はい、プレボールどうも野球人です。今回は活躍するルーキーたちということでございまして、こちらにね、焦点を当てていきたいと思います。もう開幕してね、3ヶ月ほど経とうとしておりますが、1軍2軍通して活躍目覚ましいルーキーたちがたくさんおります。そんな中でですね、今回はね、大卒の外野手、ここをね、ピックアップしていきたいと思います。まあその中でもですね、特に2軍などで活躍が目覚ましい4選手をチェックしていきたいと思います。中にはねもう1軍で出始めている選手もいるよというところでございますが、それでは早速ご覧いただきましょう。どうぞ。はい、まずは1人目、蛭間拓哉選手、プロ1年目の選手です。出身地は群馬県、2000年9月8日まで22歳、176センチ85キロ、ポジションは外野、左投げ左打ちの選手です。2022年ドラフト1位指名で西武に入団いたしました。今季年俸は1600万円、契約金は1億円プラスできたが5000万円。浦和学院では1年生から4番としてチームを牽引し、3年夏の大会では県大会を制覇、甲子園にも出場、さらに大会終了後には侍ジャパンアンダー18にも選出されておりました。その後プロ志望届を提出せず早稲田大学に進学し、2年春からレギュラーをつかむとリーグ通算13本塁打を放ち、西武から単独ドラフト1位指名を受け入団。プロ入り後は主に2軍で経験を積んでおりましたが、先日6月23日に1軍デビューを果たしているということでございます。はい、まずはこの人ですね、蛭間拓哉選手。六大学で活躍していたスラッガーでございました。まあ、かねてから注目度は高かったんですけど、西武が単独で指名していたという形になっております。六大学の通算成績見ていくと、66試合で2割6分7厘、221打数の59安打13フォーマー、OPS 0.918 という成績でございます。はい、まあね、蛭間選手に関しては、こうちょっとね、4年生の時に成績が下がり気味ではあったんですけど、まあまあそれでもね、しっかりと持ち直して、最終的に通算で素晴らしい成績を残しております。ちょっとこう速い球が苦手で、まあそれが原因でこう東大戦なんかですね言われたりもしておりましたが、プロに入るとですね、2軍では40試合で2割9分7厘148打数の44安打2本は22打点、 OPS 0.810 という成績残しておりまして、もう2軍でねしっかりと結果残しておりました。こう開幕からねめちゃくちゃ打っておりまして、この成績でもねだいぶ落ち着いては来ていたところではあるんですけど、まあそれでもねこうさすがドラフト1位という成績を残しておりました。で先日ですね1軍に昇格いたしまして、ここまで5試合に出場、打率が2割5分、16打数の4安打1ホーマー3打点3三振、OPS 0.771 という成績になっております。はい、まだ5試合のみの主張でございますが、初ホームランをですね先日記録いたしました。まあいろいろねこう課題はありつつっていうところではあるんですけど、ある程度2軍で結果残していて、あとまあチーム状況もねこう良くないっていうところもございます。長打が打てる選手っていうのがなかなかねいない状況っていうところもありましたので、まあ待望のね1軍昇格でしっかり結果出したっていうのは、まあ本当ここまで順調じゃないかなっていうふうに思います。このね感じであれば、やはりねこうレギュラー奪取を狙える位置にいるのかなというか、なかなかこう順位的にもね優勝っていうところは今現在苦しい状況にある西武、まあ上を目指すというよりはね、こう来年以降にねつなげる動きっていうのは当然見せていかなければなりません。そうなった中で蛭間選手が積極的に起用されるっていう可能性は高いのかなっていうふうには思いますし、しっかりとついていけるのであればですね、まあやはりね1年目からそこは狙えるんじゃないかなというふうに思います。まあ速球の対応とかですね、いろいろこう課題はあるんですけど、まあ徐々にねそれを克服してきて1軍に上がってきておりますので、まあどこまでついていけるか非常に楽しみでございますが、では続いて見ていきましょう。はい、続いて2人目は森下翔太選手、出身地は神奈川県、2000年8月14日まで22歳、182センチ90キロ、ポジションは外野、右投げ右打ちの選手です。2022年ドラフト1位指名で阪神に入団、今季年俸は1600万円、契約金は1億円プラス出来高が5000万円でございます。森下選手は東海大相模高校では早くからレギュラーをつかむと本塁打を量産し、甲子園にも出場、その後プロ志望届を提出せず中央大に進学すると、1年生からレギュラーをつかみ活躍します。2年秋からスランプに陥り、なかなか結果が出ない期間が続くも、4年秋季リーグでは圧巻の活躍を見せ、ドラフト上位候補に浮上し、外れ1位指名で阪神に入団。プロ入り後はオープン戦で好成績を残すも、シーズンではつまずき、現在は1軍で奮闘中となっているということでございます。はい、阪神の森下翔太選手ですね。まあ阪神は浅野選手をくじで外して、森下選手を外れで獲得という流れでございました。まあね、こう、即戦力の外野手として期待されておりまして、特にオープン戦でね、かなり活躍しておりました。のでこうハードルっていうのはねかなり上がっていたかなというふうに思いますが、で成績見ていきましょう。大学時代はですね、トートリーグ1部で78試合で2割4分、262打数の63安打9ホーマー、 OPS 0.780 という成績でございました。ちょっとねスランプの期間とかもありましたので、
全体的な成績っていうところはそこまでめちゃくちゃいいっていうわけではないんですけど、まあレベルの高い等々一部でね、ホームラン9本を打っていたという長打力が魅力の選手でございます。で、2軍ではですね、27試合で3割6分4厘、99打数36安打3ホーマー、OPS 1.021 という成績残しております。はい、まあ打点のウエスタンリーグで圧巻の成績というところになっておりまして、まあこの辺はさすがですね、オープン戦で無双していただけのことはあるかなっていうふうには思いますので、まあちょっとレベルが下がればこのくらいはやれるよというところでございました。で、現在はですね、1軍で25試合で1割7分3厘75打数の13打0ホーマー7打点 OPS 0.463 という成績になっております。はい、でまあ開幕からね1軍にいたんですけど、なかなかねこう結果が出ずというところで、まあ2軍に行って、でまた戻ってきてというところでございました。でまたね戻ってきてからはですね、そこそこヒットっていうところも出てきておりましたし、もうそろそろね初ホームランも出てもいい頃なんじゃないかなっていうところでございます。指標を見れば、まあ、全然ダメっていうことでもありませんし、使い続ければある程度の成績になってくるんじゃないかなっていう期待感は当然ねあるのかなっていうふうには思います。まあ後半戦優勝へのね起爆剤になれるかどうかというところかなというところではないでしょうか。やはりね、先ほどの蛭間選手と違って阪神のチーム状況、首位争いをしている段階ということになっております。まあ両翼の助っ人ノイジー、ミエセス、この辺がねめちゃくちゃいいわけではありませんので、出るチャンスっていうのはあるんでしょうけど、今ねこう前川選手が台頭してきましたし、まあしっかりね結果を出す選手を使っていくということになるとは思うんですよね。まあなので今の阪神だとなかなかね辛抱強く固定っていう起用法も難しいんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、まあその中でね何度かこう爪痕を残していただいて、こうチームにねプラスになっていただければなっていうところではありますが、では続いて見ていきましょう。はい、続いて3人目、萩尾雅也選手。出身地は熊本県。2000年12月28日まで22歳、180センチ85キロ。ポジションは外野、右投げ右打ちの選手です。2022年ドラフト2位指名で巨人に入団。今期年俸は1200万円、契約金は7500万円ですね。文徳高校では1年夏からレギュラーをつかみ、卒業後は慶応義塾大に進学。3年生から徐々にスタメン起用が増えると、3年秋の神宮大会では2ホーマーの活躍を見せ、準優勝に貢献します。4年春には本塁打、打点の2冠王、そして最後の4年秋には春を超える打率本塁打、打点の3冠王で優秀の美を飾り、巨人に2指名。そしてプロ入り後は2軍で結果を残し、5月に1軍昇格も、あまり出番がなく現在は2軍で経験を積んでいるということになっております。はい、この萩尾選手ですね、6大学で三冠王を獲得してプロ入りしてきた選手ということになっております。まあ6大学の三冠王でいうと高橋由伸選手がいたりですね、先日ね中日から日本ハムにトレードされた郡司選手などがいるんですけれども、で通算成績ですね、リーグ戦見ていくと6大学で50試合3割3分3厘、171打数の57安打10ホーマー、 OPS 0.991 という成績でございます。レギュラーに定着したのがちょっと遅かったので、打席数っていうのはめちゃくちゃ立っているわけではないんですけど、まあそれでも素晴らしい成績を残しておりまして、 OPS も 1.0 近くになっているということでございます。こう高い打率をね残しつつホームランも量産していて、でなおかつ盗塁もできてというところで、こう一気にですねまくってきて2位指名までこぎつけていたというところでございました。そしてプロ入り後はですね、1軍では4試合で1割4分3厘7打数1安打、OPS 0.286 という成績になっております。はい、まあ1軍ではねまだ4試合しか出場がありません。まあヒットはね1本出ているんですけれども、結構早い段階で、2軍落ちというところになっておりました。まあ巨人に関してはね、まあ秋広選手の台頭とか新加入の選手であったり、ウォーカーがねなかなかこうスタメンで出れないぐらいのねところにもなってきておりますので、まあある程度仕方ない部分でもあるのかなっていうふうには思うんですが、それでもですね2軍では現在53試合で3割4分8厘161打数の56安打4ホーマー、OPS 0.909 という成績残しております。はい、まあ2軍ではね本当素晴らしい成績ではないでしょうか。高いアベレージにホームランも打っておりまして、 OPS も 0.9 台ということで、まあ本当にねこう大学時代と変わらぬ成績っていうところを残し続けております。まあさらにもっと言うと、現在2軍で打率 OPS ともにですねトップということになっております。まあ規定に立っている選手でイースタンウエスタン合わせてですねトップの数字ということになっておりますので、その活躍具合っていうのがお分かりいただけるのかなというふうに思います。まあね今はこう2軍っていうところではあるんですけど、まあこの状態維持していればですね、まああと数回は今シーズン中に1軍に上がれるチャンスは来るんじゃないかなっていうふうには思いますので、そこでねまあどこまで食らいつけるかというところではあるんですけど、じゃあ続いて最後ですね見ていきましょう。最後4人目は沢井廉選手。出身地は愛知県。2000年5月31日まで23歳、
180センチ98キロ、ポジションは外野、左投げ左打ちの選手です。2022年ドラフト3位指名でヤクルトに入団。今年俸は850万円、契約金は5500万円。中京大中京高校では1年からレギュラーをつかみ、甲子園にも出場。中京大学進学は1年春から早くもレギュラーに定着すると、3年春から4番に定着し、チームを2期ぶりのリーグ優勝に導くと、自身も最優秀選手を受賞、スカウトからも注目される存在に浮上し、ヤクルトに3位指名を受け入団。プロ入り後は2軍スタートも、結果を残し5月に1勝1軍に昇格。しかし出番はそこまでなく、現在は2軍で経験を積んでいるということになっております。はい、この沢井選手もですね、大学時代スラッガーとして騒がれていた選手でございまして、まあ1位指名上位指名もあるんじゃないかというふうに言われておりましたが、まあ最終的には3位指名ということになっておりました。でリーグ戦ね、通算成績見ていくと、愛知の一部でプレーしておりまして、84試合で打率が2割8分9厘、309打数の88安打10ホーマー、オーベース 0.869 という成績残しております。はい、まあ愛知リーグでね、しっかりと成績残しておりまして、特にまあ出塁率が非常に高いよということになっております。まあちょっとね、最後4年生の秋にめちゃくちゃね結果残していたわけでもなかったので、地方リーグっていうところもあって最終的にこの順位になったのかなっていうふうには思うんですけど、まあただやはりね、注目のスラッガーであったことは間違いないと。で1軍では3試合で0割0分0厘、オーベース 0.000 ということになっておりまして、またね1軍ではあまり使われていないということでございました。お試しで1回上がった感じではあるんですけど、まあそこからすぐに2軍に落ちてということですね。でその2軍ではですね、45試合で2割5分3厘、154打数の39安打9ホーマー、25打点、オーピス 0.872 という成績になっておりまして、好成績をね残しております。特にまあ直近の成績っていうところがものすごく良くてですね、先日ホームランを2本打っておりまして、でそしてね今日またホームランを打ったというところにもなっておりますので、一気にこう成績が上がったという形になりました。まあ打率はそこそこって感じなんですけど、ホームランに関してはですね、現在イースタンリーグトップということになっておりますので、こうしっかりね結果を出しているっていうところがお分かりいただけるのかなというふうに思います。まあヤクルトもね、こうチーム順位っていうところが苦しい中ですね、レギュラーの塩見選手もね外野では不在ということになっております。まあ両翼の選手なので、なかなかね使い勝手っていうところで言うと難しいかもしれないんですけど、まあただねここまで打っていたらそろそろねまたチャンスもあるんじゃないかなっていうふうには思いますので、そこでまあ上がった時ねどういうふうに対応してくるかっていうのが非常に楽しみでございますが、はい、というわけで以上4選手でございました。最後ねさっとまとめて終わりましょう。はい、ではまとめていきましょう。今日見ていったですね、大卒ルーキー外野手は4選手、蛭間選手が西武1、1軍ではここまで2割5分1ホーマー、オーベス 0.771、 2軍では2割9分7厘2ホーマー、オーベス 0.810、 森下翔太選手が阪神1位指名、1軍では1割7分3厘0ホーマー、オーベス 0.463、 2軍では3割6分4厘3ホーマー、オーベス 1.021、 萩尾選手が巨人2位指名で、1軍では1割4分7厘0フォーマーオーペス 0.286、 2軍では3割4分8厘4フォーマーオーペス 0.909 で、沢井選手がヤクルト3位指名で、1軍では0割0分0厘0フォーマーオーペス 0.000、2軍では2割5分3厘9フォーマーオーペス 0.872 という成績でございました。はい、というわけで、まあこの4選手がね、しっかりと2軍で結果を出している選手ということでございます。まあ蛭間選手とかはねもうホームラン打ったりしておりますし、森下選手も現在1軍退場中、萩尾選手、沢井選手らが1軍最小額を狙う立場ということでございまして、まあ現状ね本当こうかなり順調に来ている4人なのかなっていうふうには思いますし、まあ将来の主軸候補として期待かなというところではないでしょうか。で今回ご紹介した選手以外でも、他の主な大卒ルーキー外野手、矢澤選手、日本ハム1位指名の二刀流の選手ですが、打撃成績だけ見ると1軍では1割8分4厘1ホーマー、オーペス 0.522 と、2軍では出場がない状態ということでございます。で育見選手、甲斐育見選手ですね、登録名が育見となっております。ソフトバンク3位指名、1軍では出場がありませんが、2軍では2割4分6厘4ホーマー、オーペス 0.735 ということで、まずまずの成績と。で中村貴博選手、広島育成2位指名ですね、育成から支配下に上がった選手でございまして、1軍では1割1分5厘0ホーマー、オーペス 0.288、 2軍では2割5分1厘3ホーマー、オーペス 0.651 という成績でございます。でまあ他にもね外野手で言うと、支配下だとオリックスの杉澤選手であったり、まあ広島の久保選手ら、まあ他にも育成でちょこちょこいるんですけれども、まあざっとねこんな感じかなというところでございます。まあ今回ね、紹介しきれなかった中でも
面白い選手っていうのはたくさんいるとは思いますし、ちょっとね気になる選手とかいればその辺も含めて教えていただきたいなというふうに思いますが、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただければ嬉しいです。野球人でございました。明日のゲームセット、ありがとうございました。